中央やや不利があるところです。壁の位置を下げさせてからアレジングスプレーを使用しようという主審の岡部さんです。サポーターに向かってのフリーキックになります。狙う、おお、きた、直接決まりました。追加点湘南ベルマーレ、距離がありましたがしっかりと決めました。そうですね、これは大きいですね。ですね、まあ、距離もあって正面でしたからどこにねボール持っていくのかなと思いましたけど、はい、杉山の、ね、スタートが遅れそうに見えます ね、 すね、場所を確認している間に長木はボールを蹴ったようには見えますけども、まあ、ボールのスピードもでもコースも非常にいいですね。そうですね、ベンチから飛び出していきました正吉監督です。追加点が入りました湘南ベルマーレ。うまい、これはヒールでつないでいきました。遠藤ヤッシン、ちょっとちょっとのことなんですが、これ改めて思うんですが、林さん、はい、いなし方とか時間の使い方とかため方というのは湘南にないものを鹿島持ってますんでね。もともとやっぱり、まあ、この辺のボールも山村いい対応してますよね、はい、長木左を使いました。チャンス出して、はい、遠藤いいですね。長木行きましたね。三沢も先制点を取られたことなんですが、今日は先制点を取りました。その意味では流れが違うんですが、いや行ったチャンスかな。うーあーでもこう今菊池大輔左サイド戻ってますから、で今流れの中なんですが、うん、チャンスなのかな。長木渡す、このスルーパス通らず、しかし長木空いてますね真ん中で、はい、出ないか。リターンのボールもらって対応できていませんか。胸でトラップ、長木、キムゴムヨン前に出します。3番の遠藤、フィジカルの強さもあります。7番反転した大竹、23番先制ゴールの高山、戻して攻撃を見せていますが、アリソンショートを使う。いやー面白い、長木イメージ通りじゃないですか。今選手はですね、まあ、ロメロ選手のいいところとして、まあ、ポストプレーで味方にパスを出して攻撃の起点となれると話していました。先ほど、まあ、シュートもあったんですが、そういった攻撃のチャンスを作るという点で、まあ、だいぶ気にしてると思うし、若干ここまではやられてる感があるんじゃないですかね。やはり石崎監督の指導でもとにかく裏を取られるなと言われている、はい、かなりそこはナーバスになっているかもしれません。キムゴムヨンです。長木うまくパスをつないでいきます。落ち着いて遠藤、17番のトーン。さあここから山形はどう攻めるか、奪われて、いやー長木、ね、いいパスが通りました。17番三沢が上がってアルセウ奪われました。奪ったのは大竹、中央に出して長木、いやこう不在というか抜けた穴っていうのはね、はい、誰かが一人が埋められる数字じゃないと思うんで、どうなるかと思いましたもんね。そうですよ ね、 ね、だからやっぱりどんな形でも点を取れる、それがセットプレーでも構いませんし、はい、いろんな形で点が取れるようにチームとしてしていかなきゃ。ボールを奪いました、ね、湘南としてはここ湘南このスプリントですよ。一気に走ります。白いユニフォームがモンテディオに向かって攻める、クロスが入ってゴールも決めました。ロメロフランクに代わって伊藤、2人目のアリソンと西川、あーボール残った。6番の長木、スペースに高山です。湘南ボールを奪ってからが早い。さあ長木スイッチが入りました。はい、伊藤入った。伊藤どうする、ディエゴに、いやよく戻った、長木選手ですね、はい、素晴らしいカバーですよ。本当にボックス2ボックスと言われる長木ですが、
入ってゴール前、そして自陣と本当に能力豊富です。そうですね、あの連戦とは思えないキレを感じますね。いや本当そうです ねこれから、まあ、水道水道というふうにこれ試合が続くわけですが、大事な大事な連戦です。どうかな、いいゴールですね。シュートヘディング、キーパーソルライ押し込んだ先制。ようやく点を取って長期次監督湘南ベルマーレいいスタート。いや見事なゴールじゃないでした。右からの攻めが行きました。そうなんですね、キーパー赤星取れず、はい、先ほども言いましたけど中央ですね、実は長木が起点になってるんですよ、はい、長木がボールをフィードして右サイド、はい、そしてここシンプルに入れてきましたよね、はい、ですからね、はい、でいい形でボール奪う、ここもそうですけど、はい、次からこうそうですよ ね、いいですね、この圧力のかけ方、これ前からいいプレッシャーがかトスのコーナーキック、うん、頭でついてボールがこれルーズになると一斉にまたこれ湘南ベルマーレボールはトスです。今右に回っていたキムミヌ、こちらもペナルティエリアのライン上に人数がいます。トスがですね、はい、自分たちのリズムを作ってきてますね、うん、今45分回りました。長木が入れたボール、ね、何かそこであるかどうか、入れてきたのはこれは長いボールになりました。キーパーです。クリア、もう一度、今度は金ミニクリアです。ボールはもらって湘南ゴール前ですが流れていく、前に行く、つける、戻したボール、逆に今度は湘南です。あ、いいスイッチだ、長木渡した、これチャンスになります。うわ、素晴らしい走力で自分で上がっていこうという大竹、もう一度切り返して、さらにもう一度大竹、ちょっとサポートがないですね、はい、左を使ってここから攻める菊池大輔、今度はまた右を加えてスイッチ、長木スローンとクロスボールは入りませんで、フォワードの選手ってやっぱりポジション取りづらくなりますからね、はい、そうするとピッチを広げるべく下げるんじゃなくて、とにかく前に来た、そうですね、ボール下がったとしても1回ならいいですけど、はは2回3回と下がるとどんどん前に上げられてしまうんでね、ここはボックスの外渡す、足元もらってもう1回入れてギニアヒール、そしてもう1回チャンス、とクリア、まだある、トス、これ秋田さん、はい、監督ってのは皆さんその発信力あるんですが、超監督はとりわけ言葉に力がありますよね。そうですね、まあ、表現されますよね、たたえ方しますよね、ちょっと今足を痛めているのはマルキーニョス、右の足首あたりを今押さえているようですが、長木の足が、そうですね、あ、入りました今ね、そして足首を捻挫した選手にこう消しに行く、はい、吸いに行くっていうタイミング非常に良かったと思いますね。今一斉に前に上がって4人がさーっとこれ前線した、抜くようにして3人が前線に、このスペースに通りました、うん、体入れ替えて、これは小川、あ、よく長木もついていきました。でもね、さあスライドする、その湘南のディフェンス、間を狙ってきました、いいボールが入ればこれ小川巻き込んでくる、うん、あーっとこれファウルか、小川龍神足元にもらってから、さあチャンス、長木いい走りだ、長木がドリブル、そしてここで緩急をつけました、いや出てきましたね、いいところにパスが、のサイドで1対1でこう突破させたいっていう意図があるんでしょうね、はい、ベンチは9番ブルノセザル選手が呼ばれています。あ、いよいよこの時間帯でブルノセザルという、前半の37分、ニアサイド低いボール、ややサインプレーのような形でしょうか、うん、アドリアノが前線にドリブル、ここは湘南がしっかりと体を入れ直します。そうですね、湘南のちょっと後輩の入りの積極性というのは感じますね、この辺りは入って早々にその石川がいくつかいいシーン、守備でも攻撃でも出しましたよね、まあ、その流れからゴールが生まれてますから、非常に監督としての意図、選手起用というものがうまく選手が感じてますよね。さあここもその湘南、6番の長木、左サイド大きなスペースがあります。長木は縦にドリブル、菊池が裏に走り込んでいきますがショートパスを選択ですね。湘南としては非常に
いやこれチャンスですよ。カウンターになる。4対2だ。数的優位ヴァンフォーレ。急ぎたいところですが切り替えが早い湘南のディフェンス。サインプレーできた。シュート放つ。さあカウンターに入った。昇格組の湘南との連戦です。そうですね、このアウェー2連戦の後ですから、ホームゲームでは、まあ、やはり負けられない。5トップに近い形です、ヴァンフォーレ甲府。この位置に小林翔太、ターゲット山田直樹、エドワルド、栗沢、長木のファール。問題は柏はここから横にさばくとこうやってプレッシャーがきます、はい、遠藤航のヘディング、長木プレッシャーを感じながら、クリスティアン大輔、はいですね、長きクロス。これだったらバラタ選手を捕まえに行くの長き選手でもいいと思うんですけど、はい、長きはステイですね。あそこ多分スペースマークに入りますね、はい、それであそこを高山選手に戻ってきてほしいというのがあるのかなという気がしますね。インクからこの湘南でプレーをしているアンドレ・バイエです。シーズンは後ろの3枚は遠藤、三沢、さらに真ん中丸山でした。丸山 FC 東京に戻ってます。さあ長木がカットしてパスを選択、高山オフサイドはない、シュートですが、ここはこれでブロックをしました。どれだけ変化が出せるかということですね。今季は J1 これが9試合目の出場の大竹、昨シーズンは怪我でシーズン大変出られませんでした。さあ右サイドに展開して貝が運んでいってからピーター・ウタがこの位置、縦長さを狙っていこうというところですが、長木がカット、高山からもう一度長木、左に菊池大輔走ります。もう十分縦を押さえてくれますから。ここは川井、ここ長木をかわしてのクロスに当てる杉山浩太がついてました。さあここは菊池大輔横に流して、さあ長木から高山薫には、あ今また出てきました、高山薫、逆サイドには大竹が走ってます。長木から藤田を使う、藤田から折り返した、長木、そして三沢を捉えにいた石川、プレッシャーかかる、ただ長木に渡して裏に出す、菊池大輔走る、持ちだ、三沢から長木、もう一度三沢です。それだけハイテンポで、ね、プレーしてますから、一瞬のやっぱ判断力と技術なので、もちろんブレる時ありますけどね。さあ裏に三沢、オフサイドありませんでした。三沢から菊池大輔、ダイレクトで入れずに長木に渡す、長木から石川へ、しかしここの2人でボール持ってもいいですよね、その間に周りの人もう一回動きつけれますから。三沢、はい、ニアで跳ね返していきました長木です。長木狙う、おーきたー、直接決まりました。追加点、湘南ベルマーレ、悔いがありましたから、アンドレ・バイヤー強く打った、長木ミセルデュグ、もう一度マイボールに、これでいいのかという感じになるかどうかは、この強豪を破った時ですよね。そうでしょうね、いやそれが今日なら相当な自信になると思いますよ、はい、守って守ってではなくて、はい、もう明らかに勝ちにいってるゲームの入り方をしているので、ドーグラス行きました、長木つきました、これはいいディフェンスです。渡して自身が入っていく、いや面白い、シュート体勢だ、うん、ボールは逆に今度は広島カウンター、2対2、いやこれカード出るな、それはしょうがない、今日のゲーム初めてのイエローカード長木、ドーグラス あの一瞬のスピードですよね、あっという間に抜こうというね、緩急をつけながら、あれ抜かれたら決定的、はい、ここで、はい、これはイエローカード、まあ、長木よく止めましたけど、これもしょうがないんですけども、後々響いてくるでしょうね、はい、早い段階でのイエローカードをもらいました長木亮太、施設は必要停止になります。裏を佐藤したと、うん、もうちょっと落ち着いてボールを動かせっていうようなことを要求してますね森保監督、うわやだねこういうプレス、湘南ベンチがサインを送ってますね、高山先ほどからボードを随分出してますからね、出してます、何のサインですかねあれ、前に送る、なかなか入らない、入らないんだけど入った瞬間一瞬のひらめき、はい、高山大竹あるので、はい、これも失ってはいない、ここで失ったか、いやーボール取った、ベルマーレ、うわ2人で執念見せましたよ今、
ボールはもう一度広島ドリブル。まあ、ちょっと今長い時間ですね、地震ですね、どうぞあの皆様落ち着いて行動をとってください。前線の高山につけることはできませんでしたが、その後フォロー引き取ったのが大月。大月は前というよりも今左にいました。はい、まあ、自分が左にいるので、レッチいいボールが入れば、前に2人、長き惜しい、渡してフィニッシュ、チャンスだ、うわーっと当たり損ない、これ湧いてくるよ湘南。さあ湘南、長き前を見た、長いボールは来てる、ヤクサンドも来てるもんな。11点ということで、15点中11点、リーグ2位になっています松本です。さあ帯名、この後ですね、はい、この後丸ですか、はいはい、この後のサポートの質ですよね。さあそして今度は行った、菊池、菊池大輔が行きます。風が吹いております。半現在そうですね、6メートル前後という南寄りの風でしたけれども、今日は昼前後からこういった6メートル前後の風が吹いています。さあ原海馬上がります。これを、いや長くまだ持っている、長くこれはさ、そして足元木山、そして帯名に入るか、これを収める木山が行きます。岩間、まあ、こういうところの球際ですよね、はい、そしてディフェンス、ボランチの長井です。大竹から左サイド、さあドリブルで回します。長井、長井、そして大竹がボールの前です。さあ1点を先制された湘南サポーターの声が大きくなります。ふわっとしたボール、ゴール前、ゴールイン、こういうところですよね、同点になりました。湘南としてはもう素晴らしい同点ゴールというかね、そうですね、オフゴールだと思うんですけど、いい時間帯に返せましたね、そうですね、はい、松本としては得点直後リプレイです。ふわっとしたボール、岩間選手の、ね、頭に当たる、このもう1点というところがね、まあ、見てる、ね、皆さんもおそらく決着をつけてほしいというのは思うでしょう。そうでしょう、もうそれをしっかり守りながらやればいいと思うし、まあ、その時にね、直して柔らかいボールが来ます。長木から、もう一度ノバコビッチ、竹内から矢野、ここで今日はなかなかボールが持てない名古屋、長木、この後のボールがなかなか名古屋はつながりません。名古屋ボールです。残り時間が15分になりました。トゥーリオへ、長木、足元大竹、スイッチして長木、倒れません、粘ってマイボール狙ってきました。セカンドボール、長木は思い切って狙いました。まあいいんじゃないですか。もしかしたらもうちょっと中側にね、ゴール裏によって誰かが触って下がるってことないようにね、長木狭いところでワンツー運んでいきましたが、これは倒れましたが、ノーホイッスル、完全には通りません。長木が取りました。右から小林です。長木、ここで一つ受けようというところでした。藤田、長木裏を狙います。高山、アンドレバイヤー、うまい動きしましたけどね、アンドレバイヤーもなんとか足を出しました。フォアボールのところでね、点が入って少しこう神戸がボールを持つ時間が長くなってきました。長木、ここもプレッシャーをかけます。嬉しい、
スプレーですよ。クロス中に入ってきたフリーだ。前向くシュート、いやー、同点。どちらもミドルシュート。今度は長木のミドルシュートで追いつきました、湘南ベルマーレ。ちょうど真っ赤なところ空いちゃいましたね、あそこね。こちらもミドルレンジから背番号6番が決めました。今のもう見えすましたシュートですね。ちょうどねラインをもう少し上げたかったんでしょうけどね、下がってしまったんでね、うん、ちょうどボランチとの間のところがこれもう一回取り返した時に、はい、ブレイク素晴らしかったですね。ここで開くんですよ、中が、はい、完全に開いてないですか、ね、もう狙いすました。うん、右隅決めました。ここは後ろからのファールです。長木がしっかりと決めました、はい、あそこね。でも一節目も両チームともイエローなかったんですよね、そういう意味では球際は激しいチームなんですけどね、はい、湘南のチャンスになりかけました。まあ、ここは体をうまく当てながらというマルキーニョスのプレーですが、長木、マルキーニョスが追いかける。長木しまないな、ドリブルしながらでも。長木、前が空いた、ドリブルから引きつけてのパス、中に入ってシュート。ジョンウヨン、奥家、いやーここ3人止まれます、3人来ます。厳しい球際ですが、奥井ファール。負けないし、来ますよね、ここの時間帯だってもここ3人来るからね、バランス崩さないからね。今スタンバイしている小川圭次郎選手は10番森岡亮太選手に代わって入ります。ファールはありません。ここも長木の厳しいプレッシング、もう簡単に後ろを向いてダメだってことなんですよ ね、こういうところでね。やはりセカンドステージの真ん中使います。長谷和馬、長谷和馬戻ります。はい、で行きます。ワイボールだ。スペースへ戻して右足、長谷の右足シュート出しましたが、やり直して長谷シュート、サイドネットです。22歳なんですが、中田秀選手に関しては引退した前後ぐらいしか覚えてないです。これは新加入エデルソンの J デビューの機会も以来となります。湘南ヘッドイメージは持 ってるんです ね、想像はつくかもしれませんね、うまくフェイントを一つ絡めて長木が運んでいきます。前に高山膨らんで待っていたが、サイド足元へのコントロール、小林投手が合わます、一旦後ろに下げます。そうですね、今調整でね、降りて石川ともケアしてますけど、動きをとりあえず作りたいですね。ツートップが今縦関係になりまして、最前線に豊か、オーライオンゴール、均衡が破れました。ベルマーレ先行です。まあ、立ち上がりから特に相手の右サイドですね、右サイドからクロスボールは入ってましたし、まあ、サイドで起点を作らずにどうしても4も4もちょっと、ね、深くなりがちでしたから、もう少しクロスを上げさせないというところをサイドには行きたかったと思いますけどね。犬飼からするとちょっとブラインドになってました。4ピンが、ね、触ると心の中で半分ぐらい思ってたと思うので、少しブラインドになった部分もありますし、はい、ただ体の向きとしてはやっぱりゴール方向を向いてしまっているので思いますけど、まあ、若いですから、はい、まあ、この試合でもしっかり働いてくれると思いますね。一つ動かしてきました、うん、ヘディング、ピーター・ウタカ強いんですよ。角田、ケセが手を広げて待ってます。その後ろ大前、今度はチョンテフェ戻して、うん、ウタカ、ボールが足元に入ってしまった、うん、ポジションに
くのか、配置転換をするのかというところを見なきゃいけませんね。そうですね。菊池大輔、アディショナルタイム3分です。90分経過、追加タイムの表示3分。長木、細かいパス交換からサイドへ展開します。ポゼッションがうまいが、そこでじれずに集中していくことが大事と、ボール奪った後の攻撃を詰めていくことが大事。その長木がフリーキックを蹴ってくる、ニアへのボール、ダイレクト、ナイスキーパー、新井が止めた、これはナイスセーブ、新井翔太、リプレイです。いやー、いいシュート。そうですね、まあ、力も入ってませんし、非常にこうミートするというところで、竹岡が跳ね返します。うーん、激しい激突、うん、大島、中村健吾、中村奪って、あ、高山落とす、長木上がる、高山、長木ヘディングは藤田、そして長木胸で落とします。17番の三沢優斗、勝負に行く、クロスが入って、ボレーシュートは藤田、まだあるか、藤田競っていく、そして小林、これがジャストミートしない、杉本健雄、前を向いた、杉本が、倒れます、6番の長木にイエローカードが出ました。上田レフェリーと長木の間に3番の遠藤がね、こう割って入って、長木やめろと、得点への、ね、こだわりというのが人一倍強いようです。もう外国人選手とか、やっぱり自分が点を取ってなんぼだっていうところがやっぱありますから、でそれで評価されるので、本当にでもこうぶられたくないですよね。長木、前に送ります。山田、長木、長木、小林も上がる、その小林を使う、ダイレクト乗り返し、ヘディング、湘南ベルマーレ見事な攻撃ですね。まあ、湘南は今、横パスに対してこうスイッチを入れて、はい、ボールをいい形で奪い切りましたね今。長木、はい、長木、これはオフサイドでしょう、ね、どうするか、直接いった、おあとちょっと、長木惜しいフリーキックでした、ほとんど回転してないですね、まあ、これくらいの距離であれば壁も2枚っていうところも、まだ4ゴール4アシストですから、あと2ポイントになりますが、ここはディフェンスの時間か、大きいですか、いい読みですね、長木、このあたりは経験でしょうねと長木は言っていましたが、そのあたりの積み上げも今シーズンは感じているというキャプテン。フリーキックでチャンスを、ここは長木が行きそうですが、見えますね、30メートル弱、おっと、すごいシュートだ、うわすごいね、追いつきましたベルマーレ、 F マリノスの中村俊輔のお株を奪うようなスーパーゴールが決まりました。長木亮太、今シーズン3ゴール目、結構な距離ですよ今のも、10メートル近くありました、すごいですね、これスピードもありましたね、もうインフロントか巻いて蹴ってますけど、スピードありましたからね、クロスバーに跳ねてのゴールになりました。直接フリーキックで
最近勝ててないとか引き分けが多いとかっていうのはあんまり気にしなくていいんじゃないかなので、前田だけっていう風にはならないので、ここに橋本残しましたがホイッスルなし。ボールは菊池大輔。長木、大きなサイドチェンジ、右サイド藤田を狙いました。橋本ポイントで4年元の守備の運動量ですよね、はい、絶対サボらないので、ここは相当な運動量が求められる、求められると思います ね、 ですね。でなおかつ攻撃にも出ていかなければならないので、まあそれは70分75分で足がつって交代ってこともしょうがないのかなっていうぐらい要求。これは秋元キャッチ、ここで森重戻ります。小林、長木前を向きます、引きつけて逆サイドを使う、そこかブロック、三竿、藤田、これは東京が拾えるか、粘って、取り返しました。長木に米本ファール、ボールに行ったじゃないかというアピールです。米本には触ってましたけど、見え方の問題でしょうね今のは。ここですね、右足が残ってしまったので、まあ、これだけこの、ね、能力が高い選手がしっかりブロックを作って守備をしているので、はい、まあ、それはそう簡単には崩されないなっていうような、強いですもんね、これ前強いので森重特に。そうですね、なかなか実際にはプレスがかかってなくても攻撃陣で入れられてしまうと、その後の士気に大きく影響してしまうので。そうなんですね、はい、まあ、ますね。長木、これは高橋クリア、フリーキックとしてのね、高山も今のキックを見せられると期待してしまいますよね。5分経過、何かが乗り移らないとあれは蹴れないですもんね。ボールをセットしたのは長木、長い助走を取ります。マウンドして狙ってきました、こぼれ球、来た、シュートだ、うわ、先制は湘南。小林ですよね、最後詰めたのは小林。長木のフリーキックからです。起用法ももう大当たりですね、前半からよくボールに触って、まあ、キープレーヤーとなった選手に最後ボールが転がってくる、はい、まあ、おそらくあえてこれ22歳以下の日本代表中心選手ではあるんですけれども、クラブでの立ち位置はちょっと違いますからね、はい、シーズン前半戦はほとんどチャンスがありませんでした。さあその中島へ、いやもったいない、取り返して米本、長木、いや素晴らしい、見れるかな、高山フリー、前に霧の中を使って高山、体力的なところと前線からの守備ってところでもしかしたら交代を余儀なくされるかもしれませんね。いいアプローチでした、長木イエローカードが出ます。珍しい、これまで出さなかったんですけどね、今日初めてのイエローカードは大谷出ます。キリノですね、キリノに代わって藤田が入ります。それを考えると、まあ、ACL への出場というのもマストに、いや素晴らしい、落ち着いてます、高山、いいですね、粘って高橋、米本、太田は前を見てセンターを使ったがこれは読まれている、おお、よくつながった、プレーオン、前田、徳永、長木ももう足つってますもんね、相当運動量多かったですからこれまでの時間帯。こういったセットプレーの時にいかに集中力を切らさないか、集中力って結構体力に比例するところがあるので、頭
頭の中では届くと思っても体が動かなかったりとか、最後のところで前田クロスが入ってきます。タチへ逃げました三沢。まあ、4分ありますね。長木も相当も足つって伸ばしながらのプレーなので、前田ラストパス、うわよく戻った。ミサオ、いやついてこいって、いやもう足つってるよっていうところですよね。これもう分かってあげないと周りの選手もあそこついていくのはもう無理なんですよ。でもそれみんな一緒か、頑張れ長木。そうですね、狙いとした部分に選手が応えてくれたという結果ではないですか。いやもうそれは別に選手がってことなんで、まあ、僕は狙いとしていることをやったからって勝てるわけじゃないと思いますし、まあでもずっとキャプテンというのは亮太が足つっても すぐ立ってプレーする素晴らしいことだと思います。ところを自由に走らせてくれないんですよね。体をぶつけたりコースにこう体を入れたりするんで、はい、フォワードとしてはすごくプレーしづらいんですよね。久しぶりに相手ボールに迫ろうかというアントラーズです。浜崎ワンタッチで少し跳ね返る形になって奪う。強いですね長木ね。一気に持ち上がりました。少し最後のコントロールが、先はプレースタイルとしても運動量多くあちこちに顔を出してきます。一気にまた速攻の形になるベルマーレです。少し時間作るとどんどん後ろから出てきますからね。そうですよね。そしてミドルシュートきました。長木が打ってきました。ゴールに向かって巻いてきた。湘南行くか、決まったか、2点目湘南決めた。2対0小林ですか。前節に続いてのゴールという形になった。最後押し込んだ左のコーナーキックからでした。鹿島ちょっとセットプレーの流れから失点してしまいましたね。これは鹿島らしくないという失点とも言えるかもしれませんが、これ一度跳ね返したかに見えました。はい、このセカンドゴールです。ここですね、長木ですね。長木がここの競り合いもですね、はい、素早くやっぱり反応してですね、今合わせましたね小林がね。なんかやっぱゴール前での反応早かったですもんね小林ね。はい、おっと軽崎飛び出した。さあどうだ、そういう危ないところっていうのはちょっと一つ何かが変わるだけで一気にこう今度はチャンスのゾーンになったりするもんですよね。基本的にはやり合いなんで、そうですよね。攻撃っていうのはやっぱりある程度リスクを犯すってことはバランスを崩してくるんでね、はい、その相手の攻撃をうまくいい形でボールが奪えれば逆に大きなスペースが存在しますからね、はい、チャンス。その権利さえも手からこぼれ落ちてしまうような感じになります。また一本のパスで裏へ、選手とコミュニケーションを取って声をかけ合って受け渡したり、はい、受け取ったりしなきゃいけないですから。おととい山村は話してましたけど、湘南の攻撃の怖さというのはもう流動的にどんどん選手がこう運動量も素晴らしいんだけど、目まぐるしくこうなんていうんですかね、動いて変わってくるというね部分も話していました。そうですよ、だから非常にコミュニケーションを取らないと、ていたという、まあ、そこでそんなにこう違和感はないんだということを前節の後話していました。湘南の攻め、正直に来たりそうですね。あれ列時代もそうですね、あの長いことその水さん、はい、湘南ベルマーレのこの一体感のある流れというのは、オフだった19日に選手だけで決起集会を行ったのが、いい流れになっているんじゃないでしょうか。そうですか。そこから大学に進んで、そして今年ベルマーレのチームに入ってきました。今日も長木は最後まで戦ってますね。またこの長木行ってますからね。はい、ね、斜めに走って、作ってね、はい。伊藤、長木がここに絡んでくる。危ないところに必ず長木ですね。そうですね。はい。